にゃんぱーすー、どうもこんばんは。アニメリアク職人ことマジラジオ芸人浜です。はい、現在5月12日木曜午前3時半ですね。はい、今日はうちの母の誕生日です。69歳ですね。おかんおめでとう。はい、ということで今日もね、風呂からリアクション頑張っております。今盾の勇者の2期、6話ですね、終えまして、ここから出会い物の6話いきたいと思います。では自己紹介。はい、僕の名はマジラジオ芸人ハマーと言います。一生瓶に乗ってジャグリングしてハーモニカ、そしてタンバリンを叩く世界優等の技の持ち主、この本の著者です。で、普段主に子供たちの前でやればできる、諦めない、これを伝えたくてパフォーマンスしてますが、現在コロナの影響で全ての仕事がなくなり、3月には87連休を経験、4月は26連休、はい、そして今日は25連休と、そして昨日7月の仕事一件決まったのが消え去りました。はい、まあ、そんな仕事も収入も一切合切ない中でもね、皆さんにやればできる、諦めない、これを伝えたくてですね、この活動、アニメリアクション動画投稿し続けて今日で777日目、37です。いいことあってほしいな。はい、1日も休んでませんので、ぜひとも応援してください。はい、そんな僕の自己紹介、ホームページ、 SNS、 各種 PV、 プロフィールなどは全て説明文にあるんでね、ぜひ見てください。で、過去のアニメリアクション動画は再生リストに作品別にまとめてます。はい、今年の9月でかい発表があるんでお楽しみに。それでは行きましょう。 D アニメストアです。3、2、1、スタート。ああ、聞いたことある。北山小学校か。一人また一人また一人。ちなみに、現在この風呂場なんと 25.9 度、熱帯夜です。暑いな。なんの、はい、これ給水タオル、水含ませてます。扇風機の音、ご了承ください。まあ、前回ね、ちょっと何でしょうか、いつかがね、気を使った、みつると、かの子かがね、お互いが実は、まあ、元カノであることと、今なごむのことを好きっていうことを知ってたというね、まあ、女の、まあ何、静かな戦いが面白かった。で、おばあちゃんがね帰ってきて、おしょろ愛さんやったね。やったらなごむに厳しいと思ったらね、長生きして、おじいちゃんを超える一人前の職人になるのを見届けなあかんっていうね、まあちょっと最後はいいお話で終わりましたね。前回はっていうかな、うわ、松本桐に似てる。鴨川デルタ、実は行ったことありません。
楽しかったけど何さきくんも出るんかな。親子デカパンリレいうたな。親子にしちゃちょっと年の差がどうなるね。なごみって30歳だったっけ。サムネイル来た。小学生酒井ってあんま言わへんぞ。小学生で酒井いいね。なんでこれかぶってんねん。おお。坂言わへん言わへん。温度差が。おお。見てへんのじゃ。おらへんかな。おらへんかな。同級生。たっちゃんかずや、たっちかい。照れ隠しなんかな。おはぎ。あ、おとんか。
バキチーン。あ、そういうことか。親父といつかと出るんちゃう、これ。ほんなら、いつかと出るな、これは。ベスト親子賞。嬉しそうだね。お、ミツルだ。あー、母ちゃんか。おー、セリフが、もういつかの母ちゃん来たね。ちょっと不穏やな。寝れんかったか。まあ知らんやろね。シンティってすごい名前だ。なんやと、そうやろね。フランス。
調査報告書。そんなこといきなり言われてもらえな、これいつかの気持ちがね、どないかやね。絶対先輩やろ。さっきの外にいた友達かな。堀川光やったかな。あ、切った。本が読んだんか。マリンスライムみたいな。
詳しいね。これは連れて帰らへんことになりそうやな。帰ってきたな、これは。ただいまってか。ああ、お母ちゃんに。いやー、なんか良かったな。心理ってどういう感じなんやろ。どこどこどこ。うわ、全然わからなかった。じゃあこのエンディングを歌ってるアヤホという子は確実に宇治市民です。あの画像を見てびっくりしました。そうかなと思ってたんですけどね。あの僕は毎月1回行ってたライブハウスでね、マジックやるのに、そこでライブしてたんです。まさかアニメのエンディングを歌うとはね。19歳ですよ、まだ。Cパートはないか。新キャラ
心理さんが気になるんでごめんなさい、ちょっと見させてください。見つけられへんかった。あ、坂本真綾さんかい。心理って、あ、マリと書いて心理なんね。はいはいはい。はい、ということで、ちょっとなんか最後はグッとくるものがありましたね。うん、よかった。なんかもう、いや、一回ちょっといつかがね、まあ、お母ちゃんと一緒に行ってまおうかなと思ったけど。でまあ、そのね、学運動会ですか、前回、去年初めて出れた言ってましたね。その、普段それまでは父ちゃんが仕事をやったから、出られへんかったと。去年とか4年生にして初めて出たけど、応援してくれる家族がいいひんかったってことを、なんかこう一人ね三角座りしてポツンとしてる、ちょっと寂しい描写があったけど、だって去年はまだいつ名古屋がおらんかったもんね。でまあそれでちょっとあれかな、憂鬱やったというか、電脳ちょっと気が進まんかったけど、帰ったら名古屋がわっしょいみたいな感じでね、何でね、あの出るん決めときやみたいな。で名古屋の親父さんも出る気満々やしね、まあまあそれでね、楽しめたみたいでよかったけど、小学生で堺っていうか、あんまっていうか見たことないな。あ、有望ですよ。でも、まあ、男の子、なんちゅうの見たっけ、あの子ね、ルイ君ですか、ちょっと忘れたけど、何君って言うた、あの、ノイか、松岡美里さんやな、ノイ君負けてましたね。で、まあ、そっからおはぎの差し入れがあり、デカパン競争、あ、その前にシニアの 50m 走にね、出るのにもお約束でしたね。あのお父さんぎっくり腰になる。でまあね、ベスト親子賞もらってね、記念写真撮ろうっていうのに、こう後ろ姿で断りながらむちゃくちゃ笑顔、最高やったね、あそこね、最高やった、ほんまに。でまあそして心理さんね、母ちゃんが来たということでね、え、まあ、そのお母ちゃん5年ぶり言うたか、フランスに住んでる言ってましたね。でまあ離婚じゃなくて、成人までは別居という形だったね、離婚してなかったのね。でまあどうやらそのまあ売れないミュージシャンと結婚して支えていくつもりだったけど、まあまあいろんなことがあって、まあまあ心が離れていったわけやね。で、一緒に行かへんか言ったら、お母ちゃんが一緒に行くのは私やなくて仕事やろうって6歳に言われたら強烈やね。それは心折れるわ。だから、まあ、要はそのまあ売れない、まあ、芸人とかね、ミュージシャンと一緒に、まあまあまあなって私が支えていくねんと思った結果がそれを招いてしまったっていうのはちょっと悲劇的なことやね。だからお母ちゃんちょっとかわいそうやったな、心理さんね。まあでも5年間ほっといて今更来てもっていう感じでもあるしね、複雑やなこれは。でまあとにかくね、2人はまあ和むと父ちゃんはもうね別れを覚悟したけど、まあその中でね、いつかは甘えへんのですと、やっぱりその甘えるべき相手分かってるんやって言ってたけど、まあ、ちょっと和むの読みが甘かったね。めちゃくちゃいい笑顔でね、あの緑商人のが楽しいし、私を家族と言ってくれるしと、だからね、最後の母ちゃんの一言がなんか非常に良かったですね。 甘えさせてくれる人はいるんやと、緑商人ね、むちゃくちゃ良かった。まあ、そっからね、まあ、和むが今後いつかの笑顔をねちゃんと写真に撮っていけるようにまあなっていったらいいけど、まあまあまあ小学校5年やからね、照れ隠しやろね、すべてね。まあちゃんとね、まあ報告を受けてね、お母ちゃんも安心してちょっとフランスで生活してほしい。ということで、ちょっと僕的には今回神回だったと思いますね。なんか一難って言ったらあれやけどね、お母ちゃんの心配どこへやらって感じだったしね、いつか、和むたちの心配もどこへやると、いつかはちゃんと成長してますということで、非常に良かった神回やったと思います。はい、ということで、出会いもんの6話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、そしてコメントよろしくお願いいたします。
はい、まあ冒頭にも言いましたけれども、もう今ね、仕事全くありません。7月の仕事もぶっ飛びました、コロナでね。2ヶ月前ですよ。まあそんなね、収入もなく不安しかない中でね、このアニメのリアクション活動を続けてきてますけども、まあ、残念ながらずっと2桁再生で振るわずね、ちょっと2週間ほど前に1回バグって、もうほんまにやめよう思いましたけど、まあ皆様の支えがあって今なんとか続けてこれてますんでね、引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。はい、でまあやはり僕がショーをしているね、本来の姿を見ていただきたいと思ってますんで、過去のパフォーマンス動画というところをちょっとポチッと押していただいてね、1個でもいいんでなんか見ていただければありがたいです。そしていつの日かね、僕のショーを皆さん生で見に来てください。どこかの会場でお会いしましょう。まあ、そのためにもね、僕のことを知っていただきたいんで、ぜひとも説明文読んでください、お願いします。はい、ということで777日目でしたね。なんかいいことあってほしいな。しかも母の誕生日ですからね、今日ね。はい、以上です。はい、以上、アニメリアクション君ことマジラジオ芸人ハマーでした。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。